モスとやるにゃーるにゃー、モツとはやにえ、モツとはやにえ、モツとはやにえ。こんにちは、パンダです。はい、昔 FF11 の漫画を描いてました、ハルです。ゲーム実況をやっているモツベイです。イエーイ、イエーイ、始まりました始まりました。すごい楽しみにしてました、今日。いや本当です、もう何も考えずに今日楽しみにしてました。いや私も何も考えずに来ちゃったんですよ。ハルさん寝起きらしいですね。あ、そう、寝起き、ちょっとね口が回んなかったり声枯れてたらすみません。今夜の10時なのに。そうなの、うん、そうですよ、たっぷり寝てきたんで。夜行性だ。はい、現役でやってた頃からもう多分10年近くブランクがあって、ね、でその後に公式と角川さんとの企画で、うん、FF11 に復帰するやつがあって、でそれがね、5、6年前にやらせてもらったんですよ。です、ね、私とパンダさんで。5、6年も経つんですね。そうなんだよ、月日が流れてる。でその時に少し早い早いプレイさせてもらって、でその時もね2人で喋りながらプレイして動画をアップしてて、うん、で私は漫画をちょっと書かせてもらってて。そうですね、週に1本漫画と動画を更新していくみたいな感じで、うん、いやあの時はリハビリ感がすごかったですね。いやすごかった、うん、どうやって動くのみたいな、パーティーってどうやって組むのとか、そうそうそう、あ移動ってどうやるんだっけみたいなね、すごい初歩的なところからおされしてたよね。うん、大変だった。お空です。イカ見せて、イカ見てください。イカはだってあれですよ、正面さっきのとこですよ。え違うよ、これ正面見てよ、ほらほらイカ刺さってるじゃん。イカってこれのこと、これだよ、生き物じゃなかった。空といえばこのイカだよ。イカっていうからアルタユの何でしたっけ、ヨガとか、うんうんうん、モンスターにいるけど、違う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 、これがイカなんですね。うん、昔バリバリやってた人みんなが言ってたよ。いやだから3人の中で私が多分一番やってると思うんだけど、はいはいはい、なんせすごいブランクがあるし、もう全然今入ってないので、はいはい、今のイレブンの話はこの動画ではほとんど話さないと思います。ですね、見てる方ご注意ください。はい、これは最初に言っておかないとね。そうだね、注意事項で。だから昔の話はできるかな。私の話、実はその私自身はですね、イレブン自体はきちんとやったことがなくて、何かこう企画だったりとか、うん、何周年記念とかの時に、相方のハヤニエと一緒にね、結構一緒にやって、うん、なんかだいたいハヤニーの方が、あこういう思い出があったねっていうのを結構リスナーさんと話したりすることが多いんですけど、もう私はもうイレブンをめちゃくちゃやり込んでるわけではなく、今回はですね、ハルーさんが書かれていたハルー本を主に見て今回も臨んでいるので、うんうん、お読んでくれました。そうなんです、ハヤニーがですね送ってくださいまして、うんうん、あー嬉しい、ありがとうございます。ハルー本を読ませていただきました。出したのがさ2009年なんだよ。2009年、ね、もうすごい昔で、もう知らない人も本当に、うん、知らない人の方が多いと思いますけど。いやでも結構、うん、今本棚から出してきましたよ。お本当ですか。あ、じゃあみんな手元に持って、やった、手元に持って、これがもうね教科書。モズベさん、モズベさん多分気づいてないから言うと思うけど、はい、表紙のカバーを外してごらん。あ、そういえば実はそこにも書いてあるのだ。カサカサ、なんかうちらのことをよく知ってる人にとってはそこが本編なんじゃないかって。おお、あったあった、これがエルオス、エルオスなのかな、うん、そうです、エルバーンだ。2人の好みのエルバーンオスを妄想してみたっていうイラストが書いてあります。最高でしたね。あ、ちゃんとハルーさんとパンダさんで分かれてる。うんうん、
そうなんですよ。これなかなかね、気づかないんだよね。なかなかないですよね。そのなんか公式って言っていいのかわからないんですけど、公式から出てる漫画で自分たちのなんか妄想っていうか、うんうん、星のエルバーンを書くとかもね。本当自由だったよね。だから本当に自由にやらせてもらってたんですよ。そうですね、やりたい放題やらせてもらいましたね、うん、そうそうそう、うん、で私も本当にこういうのをやりたいっていうのがはっきりしたので、はい、結構自由にやらせてもらってて、で連載させてもらったコネオンっていうコネクトンっていう雑誌も、はい、読者さんの、アンケートを結構使ってね、雑誌を作ってるやつだったので、はい、で自分もそういうのをもともとやりたいと思ってて、やりたいことが一致してたんだよね。漫画の中でもその見てる人の意見を書いてそれに答えてやってみたいっていうのを思ってて、最初にびっくりしたのが、あんまりちょっとこういうのないなと思ったのが、小回りがすごく多いっていうのがびっくりしたこれは、ね、その時は、ね、本当に多かった。私のミスというか、ですね、雑誌が大きいんですよ、はい、これよりも一回り二回り。そうなの。だからそれ縮めちゃってるからこそね、ちょっとね読みづらいんだよね、最初の方特にね。そうなんです。で1ページでやってたから最初は特にすごい詰め込んでたのよ。本当に申し訳ない、最初の方はすごい読みづらい。で後の方になると2ページになるから、もうちょっと緩くなるんだけど、少しずつ。あとね、書き下ろしなんかは4段にして、4段ぐらいがちょうどいいですよね、この漫画。3段にしたのもあったかな、ありますね。あのサイズだったらあれがちょうどいいよね。老眼が、やっぱそれギュッと詰めて5段ぐらいになってるのを縮小してるから、本当に読みづらい。いやでもすごいなんかびっくりしたね。なんかほんまいっぱいあって、でも逆にすごくなんかいっぱい詰め込まれてる感じがして面白かったです。こうまったり読めましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや私も単行本の担当が初めてだったので、全部手探りなんですよ。コネオンの部署で単行本出すのも初めてで、で私もは、ね、もちろん初めてだし、担当のねパナさんも初めてだったり、みんなで初めて尽くしで、でも好き勝手にやらせてもらったなので最後の方もハルーさん死にかけてたっていう本当に辛かったあの時の書き下ろしは30ページぐらい書いたんだっけ。ありましたね。そうですね、30ページ。漫画だけでそのぐらいあって、でもそれでも足りない部分は結構パンダさんが頑張ってあのページを作ってくれて、色塗ったりとかしましたね。色塗り手伝ってもらったりした。下地を塗るけどまずレイヤーの構造が分かってないから線画に塗っちゃうみたいなね。そうパンダさんこれいいんだけどってレイヤー別で塗ってねって言って最初の時にレイヤーとはみたいな当時って何でやられてたんですかね。デジタルって一応コミックの方でも書かれてた。そう、ね、今クリップスタジオって言ってる、有名なやつあるんだけど、あれがね前なんだっけイラストスタジオか、だったのね。イラストスタジオとコミックスタジオの2つあって、私はイラストスタジオの方使ってそれ書いてますね。なるほど。私も買いました。買ったけどレイヤー構造が分かってなかったデジタルがそうですよね、分かってないとなかなかコツがいりますもんね。すごいなんてこともありましたね。ね、まあ、でも、すごいいい思い出になったね。単行本出せたのはね、ありがたいです。サイン会とかもできましたからね、当時は。イレブンのイベント、サイン会じゃなくてサイン入りのサイン入り本の方を販売させてもらった。FF11 のリアルイベントの時に会場で
販売ブースがあって、でそこにコネオンが出展してて、でそこに私の本をサイン入りを、あれ何冊だっけ、100冊50冊か50冊ですね、うん、さ全部サイン入れて、うん、大変だった。でそれを、うん、そう販売してもらって、絶対ないですよって、いや私残ると思ってたんだよ、残るから20冊ぐらいでいいんじゃないって言ってて、いや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 、で50冊送られてきた時にびっくりしたんだけど物量がみたいな。 であの当日15分ぐらいで全部売り切れちゃったんだよね。そうですね、あっという間に売り切れちゃって、むしろ足りなかったっていう、足りなかったんだなって思って、ほらやっぱり人気じゃないですか、100冊やんないと。いやもうね、すごかったね、あの当日その物販のところに行列ができててさ、うん、でうちらその横でチラチラって見てたんだよね横のなんか余ったスペースのとこで、うん、あ今春本買ったでとか言いながら見てて、うん、いや楽しかった。その時の漫画も実はあって、ちょっと待って探します、書き下ろし、そう、その後のその本が出した後の、おちょっとびっくりしちゃったんですけど、うんうん、春本見てて何ページくらいだったかな、確かあのお便りって言ったらいいんですかね、なんかアンケート回答みたいなの、うんうん、結構、はいはい、アンタヤルーニャで、うん、募ってたっていうので、それの中で、うん、なんか回転寿司に行った時に、多分これさつまいものケーキって書いてるんですけどなんか多分それがなんか流れてきたんですけど、これがどう見てもクローラーにしか見えませんでしたっていうなんかお便りがあって、ありましたね、まあ確かに、まあ、まあパッと見たら確かにそれっぽいなと思ってそのままペラペラ読んでたら、まさかのなんか23ページくらいでスイートポテトクローラーっていうあのレシピが書いてあったんで、実写で、うん、パンダさんが作ったんだよね、あるんだと思って、ね、これびっくりしましたね。美味しくなさそうだわあれ美味しいんですよ味は。角がちょっと黒いやつですね可愛いですよね。これ呼べるかな、ちょっと待ってね、呼べるかな、あここじゃ呼べない、ちょっとお待ちよ、あのクローラーの、じゃあ別の場所でもいいよ、うん、はい、マウントがあってそれ飲めるんですよ。なるほど、知ってますよ。めっちゃでかくないですか？でかい。めっちゃちょっとびっくりしちゃって。あ、どうなんだろう。イレブンってマウントは種族ごとで大きさやっぱ違うんですかね？はい、そうですね。あの、種族というかキャラクターの S、M、L にも合わせて、やっぱ微妙にサイズが違いますね。そうなんだ。ほうほうほう、やっぱりね、カニとかに乗って上がすごいでかいとかわいそうじゃないですか。うん、厚がだから微妙にサイズが違うみたいな。なんですね。どこかいいかな。アドリンに行きましょうかね。はい、行きましょう。よいしょ。いいですよね。春本すごいいいなって思うのが、そのなんかイレブンあるあるではあるんだけど、なんかちょっとなんて言ったらいいんです。イレブンのネタもあるけど、その何て言うんですかね、ご飯とか出てくるご飯とかの美味しそうだなとか、うんうん、あとなんか釣りとかをしててその近くでお寿司とかをなんか作ってるクラフターって言ったらいいんですかね、作ってる人とかがいたら、うんうん、なんかその人のなんかパリーンって失敗で割れちゃったりした時の状況とか、うんうんうん、なんかああいうのとかを話したりとかしてて、あ、ゆるいなっていう感じのとかが結構多くて、ね、そうなんですよ。それがすごく薬ってもらえていいなと思いましたね、うんうん、あのその内容とハルーさんの絵のこの絶妙なゆるさですよね、うんうん、ゆるさがいいなっていうのでこれがね、もともとあのサイト、ミスラの尻尾っていうサイトをハルーさんがされてたので、それ知ってたんですよね。そうなんです、後ろ乗るんです、ピロだ、イエーイ、うぞぞぞぞぞぞぞ、プニプニしてるんですねすっごい柔らかそうですよね。座り心地絶対いいと思うんですよ。生温かそう。だから昔引退した方は今このクローラーにこんな風に乗れるんだよっていうのを、ね、知ったらちょっとやりたくなっちゃうんじゃない、うん、っていう。目がないんですね。
目、この白いのが目かな、目なのかな、うん、足はでも気持ち悪いビラビラしてる、ビラビラしてますよもう、ね、でも後ろ向きになってるからさ、行くところこの子博士じゃん、ね、あれですね、なんかちょっとベッドみたいな感じですかねあ、寝れるよね、寝れそうだなっていう、いいかも、ね、うん、これに転がってゲームしたい、うん、あ、いい、ちょうどいいリクライニング感、ね、いいなっていう、頭のとこに頭乗せてね、あ、ちょうどいいですね、高さがちょうどいい、ね、ちょうどいい、肩代わりになるっていうリクライニングっすねこれね、いいな、はい、こんな感じでゆるいですね、うん、いろんなやつ乗れます、やっぱあれですか、当初の頃と比べるとマウントとかも結構増えたりしました、すごい増えました ね、 増えたね、昔はチョコボくらいしかなかったと、うん、そうですね、うん、で何年前ぐらいからですかね、マウント、それこそ5年前ぐらいに、うん、その、うん、企画で動画のやつをやってた時にインタビューで開発陣に行って、はい、マウントがどうのっていう話をしたような気がします、でその後そうだっけね、あれ違ったっけ、そ、ハルーさんいたと思うか、多分その時の、はい、その時の取材だと思う、漫画も書いたよねそうで、あの、私ダルメルに乗りたいわみたいなこともあるかもしれませんね、うんうん、みたいな話があって、でダルメルも実装されたみたいな、あおキリンか、顔が見れない、あ、おー、すごい掴んでるなんだろう、違和感がすごい、めっちゃ揺れるんですよ、割となんかラクダみたいに出てるんですねコブが、そう、あ、肩のコブだと思います、これインタビューした時のバンカーですね、これだこれだ、そうそう、フェイスもね、ダルメルはさ、小西さんと話した時じゃなかったっけ、ダルメルはあれです、フェイスに貢ぎたいとか貢ぎたくないみたいな話が出て、なんかこんな絵が残ってる、そうそうそう、あ、忘れちゃったな、これはこれはハルーさんが、あの、小西さんとルダフが好きだから描いただけで、あ、そうだっけなんかその時妄想でダルメル乗ったらこんな感じかなみたいな、No、かわいい、そうそうそう、あ、まさにこんな感じにしてくれたんだね、じゃあね、そういうことです、再現じゃないですか、そういうことなんです、あのフェイスに親密度システムが欲しいっていう話をして、うんうんうん、でそれは開発陣の中でも出たんですけど、はい、なかなか難しいっていうのがあって、うん、であれですよね、なんか貢いでったらもうエルバーンとかじゃんじゃんお金貢いでなんか車とか買っちゃいますねよねみたいな感じで言って、うんうん、ダルメルの話になっちゃったような気がしますでその時に開発人の人がそっちに話をうまく誘導されてて、さすがだなみたいな、なるほど、あとあれだ、これ壺に乗ったらこんな感じかなっていう、あ、これ、あ、これはなんかやっぱ入りたかったですよね、入りたかった、実装された時に、うん、やっぱりみんな入りたかった、壺はそこじゃないっつって言ってたんですけどやっぱりそのあの 3D をされているハルーさんだと分かるかもしれないんですけど、キャラクターを入れるボーンとかの設定がすごく難しくて、うん、中に入れられる、あ、入れるのが難しいっていう、そうなんですよね、あ、っていう話を聞いて立ち乗りになったそうです、上だ、上なんですよ、上になっちゃう、なんかサンダーメロンが詰まってるから仕方ないですね。あ、 あと意外と壺のあの入ってる入ってる、なんだろう、壺の入り口と蓋が結構近いから頭が出ないかもしれない。そうなんですね。ああ、うん、なるほどなるほど。残念。だから、ね、それでできなかったのかな。多分。でも実装してくれたというこの心意気は、うんうん、本当にありがたい。し結構うちらその仕事とかでも、はい、なんて言うんだろう、別その
他でも結構開発さんと合わせ あったりすることが何度かあって、はい、ね、うん、とても恵まれてたね。そうですね。ね、飲みに行ったりとかもさせてもらったね。ねえ、うん、神々との飲み。神々との。どうぞ、ん、しよう。何ですかこれ、なんか見たことある。これはですね、あのゲルスパー野営人っていうサンドリアから西の方に行ったところに多くの拠点があるんですよ。はい、うんうんうん、あそこにあったり、アルタナのクエストの方でこれに乗ってる子が出てるんですよ。ちょっとデザイン違いますかね。すごいね、これ乗れるんだね。オークマシンっていう屋台みたいな感じで、あー的当てっぽいです。うん、いな、あ、ウォーマシンか、ウォーマシンでした、失礼しました。ウォーマシン可愛いですよね。ギャル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 。可愛い。これはでも中入れましたね。これはあのいいスペースがあったから入れたんだと思います。タルタルとかどうなるんだろう、この中に。タルタル多分ここに座ってたりとかするんですかね。ねえ。タルタルはもう全部可愛いから全部ずるいんですよ。そうなんです。くそちっちゃいから。くそ可愛い。くそ可愛い。かわいい。あ、なかなかあのリトンシンのキャラってないよね。ねえ、うん、MMORPG で、うん、あの二頭身はなかなかない。ララフェルもさ、だってもう三頭身くらいあるじゃん。ね、うん、顔ちっちゃくなって、はい、うん、うん、なかなかないんだよね。私はタルタルのあの体の形が好き。チベットが好き。あと、なんかすごい絶妙なバランス。うん、うん、うん。え、タルタル、ララフェルとかって、まあ、ちょっと別ゲーになっちゃうんですけど、うんうん、ララフェルはなんかそのちっちゃくてもなんか年齢がその上でも、うん、ちっちゃいままじゃないですか、はい、タルタルに関しては年齢とか関係なくもあの大きさで変わらない、あの大きさです、うん、そうそう、うん、あの子供タルタルはさらにちっちゃいよ。あ、そうですね。ちょっとウィンダース行きましょうか。うんうん、だから普段見てるあのタルタルは大人サイズ。ああ、そうなんですね、うんうん、あれがもうおじいちゃんになってもおばあちゃんになっても変わらないっていう、ね、うん、もちっちゃい時だけなんだ。あ、港区だ。港区の倉庫の奥のところにそう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 、スターオニオンズ団が、うんうん、ああ、見たことがあります、スターオニオンズ団。モズベイさんは配信をしてましたね。うんうんうん。モズベイさんはあの所属国はどこだったんですか？私は確か最初ウィンダスだった気がしますね。おお。うんうん。ウィンダスはなんかちょっとちょこちょこうろついてるイメージがありました。うんうん。一番広くて迷いやすいウィンダス。迷いやすい。でも森がすごく好きなのでいいんだ。ああ、ね、いいよね。癒しだよね。ね。しかもなんか、うん、街の中にダルメルもいるし、うんうん、癒しスポットがある。良い。BGM もいいですよね、ウィンダス。そう、いいですよね。うん、やっぱ BGM いいですよね、イレブン。のぼののしてて、ぴったりだ。うん。いた。なんだ？さらにちっちゃい。あ、かわいい。お人形みたい。はあ、かわいい。やっぱいいですね。タルタル結構好きだなって思うところ、やっぱ鼻が黒いのもすごい好きで。うん、あ、意外と 2.5 頭身だな。ああ。子供だけなのかな。でもちょっと重そうなイメージがあります。うん、あ、ずっしりしてそうな感じが。いい、ああ、このなんか、なんですかね、坊ちゃんカットみたいなのも。かわいいな。これ、栗頭だよね。頭とんがってる栗頭だよね。そうですね、とんがってますね、うん、栗かわいい、栗かわいい、まんじゅうみたいな、全部かわいいんですよね、タルタル、うん、ですよね。だからなんかちょっと何か悪いことしてもちょっとクソガキ感がすごいなって、うんうんうん、許される感があるずるいなって思う時ありますね。その1かわいい、あ、ピツチかわいい
子供は可愛いな。可愛いですね。ね、ミスラもいいですね。ミスラも鼻がちょっと黒いのがいい。ね、野生の猫っぽいところが。いいですよね。いやいやいや。ただ、全然話変わっちゃうんですけど、はい、今日、この集まりって言ったらあれなんですけど、で、絶対やってほしいことがあったんですよ。っていうのも、あの、モズベイさんって、すごく運がいいじゃないですか、はい、自他ともに認めるぐらい運だけがいいですかね実は最近、はい、あの、はい、最近ってことじゃないんですけど、あの流行りというかトローブっていう運試しのバトルフィールドがございまして、そこでぜひモズベイさんに当たりを引いていただきたいなって思ってますよ。モズベイさんをお守りにしていくんだ。と、あの宝箱が10個あるんですね、はいはい、でその中の1個だけがミミックなんです。お、マジですか。なのでそのミミックを引かないようにどれだけ多く開けられるかってところがミソなんですよなるほど。いけるで、さらに、はい、行ってください、ぜひぜひモズベイさんのご運を見せつけてください。まあ、なんかスクラッチくじみたいな感じなんですかね、うんうん、ああ、まあ似たような感じですね、イメージ的には。そうそうそう、モズベイさんにその箱を選んでもらうってことだね、うん、そうです。なるほど。そうです。で、箱を開けた時に音がするんですね、はい、でそれはシステムメッセージで流れるんですけど、はい、あの大きな音がした、とても大きな音がした、とてもとても大きな音がしたの3段階あるんです、あのミミック以外の当たり宝箱の場合は、うん、でそのとてもとても大きな音がするといいのが出やすいっていう話なんですね。おお、なるほど。そう、あの大当たりだと時価1億ギルのオルペウスサッシュっていうものが手に入ったりするらしいんですよ。これはやってもらわにゃって思って、あ今日ちょっと楽しみに待ってましたこれでマーズオーブっていうのとヴィーナスオーブっていうのがあって、ヴィーナスオーブの方がいいのが出やすいんですけど、うん、10枚ちょっとチケットがかかるみたいな、そういう感じなんですね。でこのチケット1枚が10万ギルっていう、すっごい高いじゃないですか。まあ人の金だから確かにまあまあ気軽に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 、まあ、当たったらワイのもんですけどねみたいな。多分モズベイさんもね、気負わずに、ああそうなんだぐらいの、そんなすごいの出るんだぐらいの軽い気持ちの方が当たるんじゃないかなあ、確かに気楽な方が、うん、そういうのはあんま願うと良くないって言いますからね。あ、そうそうそう、物欲センサーとかね、うん、これで外れたらもう闇の物欲の方が強かったってことでちょっとコントローラーか、手離しとこうかなあ、めっちゃなんかすごいバトルっぽい BGM が、あ、この音楽すごい緊張するわ、もう数々の緊張するシーンで流れたところだから、ね、やばいわ、もうボスイベントとかと、うん、イレブンはやばそうですね。そうっすね。はい、こんな感じです。うん、おで真ん中の金の箱だけなんだ、うん、そうですそうです。金の箱はあの脱出用なので、あ、もうこれ以上引いたらミミック引きそうって時はこれで脱出もできます途中で。なるほど。むしろミミックを引くとそれまで開けた分もパーになってしまうので、あの引き際が感じにくい。なるほど。なるほど。わかりました。なので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個か。10個。そうです。うん、奥に5個、手前に5個。さあ、最初にいきますか。どれを開きますか。最初はじゃあちょっと一番左上で奥にあるやつ。左上、はい、こちらですね。出てる気がするんで。何かが出ている。それはミミックの気配ではさあどうだ、お願いします。どうだ、いきます。せーの、ポチッやっぱ出てた、やっぱ出てた、すごい、
ごい、本当に出てた本当に出ちゃってた本当に出てた、それ以外だったらよかったのにすごい、いやこれはすごい。あちなみにミミックって何、あ10分の1なの。そうです、1匹しかいないです、いやある意味すごくない。そう出てしまった出てる、そうだから何かが出ているっていうその感覚は本物なんですよ。うんうん、なのでそれを避ければいいんだね。そうそう、これが出てるから次はじゃあ別のにしてみようってやればいけるのでは。いけるのでは。出てると思ってなかったな。いやさすがモズベイさん持ってるな。いやちょっとこれ他の人もやってみましょうよ。あじゃあハルさんやってみます。これで、あれですよ、オルペウスサッシュ出たら、美味しいお菓子をお送りします。お、マジか、マジか、それはちょっと気合が入るな。私厳選の、これは絶対美味しいぞっていうのをお送りします。モズベイさんにも、当てていただいたらぜひ。マジで。やったこの間、モズベイさんに送ってもらった、マカロンがさ、はい、衝撃の美味しさだった。マカロンですね。あんなに美味しいマカロン食べたことない。うん。めっちゃマカロンですね。そうそう。あ、見た目も可愛いけど、はい、めちゃくちゃうまかった。クリームたまらないね。たまらんです。もう。ねえ、いいなぁ。いつかちょっと、山田さんにもお送りしますよ。本当ですか？ありがとうございます。はい、めちゃめちゃ美味しいんで。はい、来ましたよ。はい、楽しい、じゃあ、はるさんお願いします。お願いします。まず何かを感じるものを避けないとな。じゃあね、右上端っここいつですか。うん、いっちゃいます。はい、せーの、スイッカーン。嘘でしょ。嘘だ。あれ、やっぱ何か感じちゃってるんですかね。なんで。いやちょっと2人して面白すぎるこれ。え、10分の1なんですよね、本当に。10分の1です。どうして。2連続すごい。もうちょっとこれは闇鍋さん言ってもらった方がいいんじゃないですか。なんか闇鍋さん、いやでも1回やってて、コツを、なるほど、あ、じゃあ、むしろ私があのあれですよ、お手本を見せてあげますよ。こういう風に避けていくんですよみたいな。行きましょう。はい、モズベイさん方式で言ったらダメだったな、なんか出てるなみたいな。ダメ。むしろ何も感じないところから攻めてったんだけど、ここだなみたいなところ以外のを選んでみるといいかもね。逆に、なるほど、何もないとここが怪しいの、間を行くんですね。あ、そうです、そうです。あえて自分を信じずに。では緊張の3回目、はい、行きます。あ、どうかな。パンダさんも一発でミミック当たんないかな。いやいやいや、オルペウスサッシュを当ててみますよ。ここまで来るとミミック当たってほしいな感が。当たってほしくなっちゃうよね。ちょっと期待をしてしまうよね。やめろ。あ、でもそうやって思ってくれてると、物欲センサーと調査ができるのでは。そうかもしれない。なるほど、なるほど。ミミック来い。いやー困るな。ミミック来いって言われちゃって困るな。ミミック。でもさっき左上って。モズベイさんがミミック引いて、はい、右上でハルさんがミミック引いたんで、次は左下か右下なのではと思うので、この真ん中の6個が安全なんじゃないかなと。はいはい、はい、いけるかな。いけるかな。どれかな。これかな。真ん中一番近いやつ、いきますよ、はい、せーの、オープン。おい、ほらやっぱり、これだから。ちょっと待って、もしかしてほらどっかからこの
我々が収録するっていう情報が漏れて何か操作されているのでは。これ全部ミミックなんじゃないの。全部ミミックなんじゃないかな。どうして。いや見事に決まりましたね。これまだ3回しかやってないですもんね、くじもね。いや3回やって一発全員当てるってすごいよ。ちょっと待って、なかなかの確率だよね。10分の1が3連続で出る確率って、ね、え、何分の 1? 1000分の1ぐらいの確率です。ちょっと算数にあの自信がないんであれなんですけど、うんうん、結構な確率ですよね。いやこれはある意味良かったんじゃないの。良かったですよ。企画として。あ、つまり我々は運がいいっていうことですね。うん、そうだよ。そうだよ。うん。運がいい女ということで。運がいい。そういえばさっき、あの、はい、ちょっと裏表紙、春本の裏表紙の方で話になった、お二人とも、はい、イレブンではやっぱりイケメンのエルバーンがすごい好きと言われてたんですけど。そうですね。うん。エルバーンのどこら辺が、もうすごいちょっと表紙からめちゃくちゃもう分かるんですけど、見たら。何ですかね、この辺が、この辺が、辺がなのかな。いや全種族の中でダントツでしょう。おお、なるほど。ダントツかっこいいよね。なんかかっこいいですよね。うん。なんキュンもかっこいいんですけど、うんうん、かっこいいけど、なんだろうな、等身大のかっこよさなんですよ。ああ、なるほど。なんかあのすごくリアリティのあるかっこよさ、本当にイケメンだし、うん、渋いかっこいい良さとかもあるんですけど、うん、等身大のかっこよさなんですよね、感覚的に、うん、で、うん、エルバーンはそこにファンタジーが詰まってるんですよ。わ、うん、かります。すごい、なんかもうエルバーンについて話し始めたらめっちゃ淡々と喋り始めたからガチだな。あとさ、そのイレブンのそのエルフ系の顔って柔らかい気がするんだよね。他のさ、あのゲームのエルフの顔ってちょっともうちょっときついシャープな感じがするんだよ。確かに、うんうん、あ14も多分、うん、ちょっときつめ、ね、うん、シャープな感じだけど、シュッとしてますね。イレブンの方がなんかね、うんうん、顔がね、うん、まろやかなんだよね。まろやか、柔らかい感じ、優しい、うん、顔してる。あ、すごいな、エルバーン。エルバーン。あ、でも私エルバーンだったら、髪は黒髪であってほしいなっていうところ。ああ、わかる。私も黒髪好き。そうなんですよ、ね。黒髪もいいですね。そうなんです。で、あの一番はその残月さんが、はい、やられてるその黒髪のエルバーンがめちゃくちゃ。F1 か F1 ですね。ですかね。うんうん、めっちゃちょっと割と好きですね。うん、あれはいい。わかります。いいですね。うん、褐色で、いい、うん、いいなって思いますね、うん。真ん中分けもいいよね。真ん中分けそうする。ああ、書いてる。私の一押し、真ん中分け。一押し、真ん中分け。すごい。アルバム見てたら、フリートークみたいなのがあるじゃないですか。はい、うん、うん、うん。あれとかで割とすごい腐ってるんだなっていう、お二人とも。いやいやいや。いやいや、モズベさんには負けました。いやいや、そうですよ。ちょっと、うちらそれほどじゃないんだよ。本当ですか。あの腐ってないんです。あの発酵程度なんですよ。発酵、そうそうそう。ちょっと熟成が進んじゃったかなみたいな。あ、うん、でもすごいですね。そのなんか、キャラクターとか単体。言ったらいいんですかね、ストーリーに出てくるキャラクターとかではなくて、種族にすごい燃えれるっていうのがすごいなと思って、ヒュモーとエルオスとか、なんかそのキャラクターごとにイメージっていうか、うん、間違えちゃった、なんかそういう方向性みたいな、うんうん、キャラクター性があるんですよね、なんかF4 はそうげみたいな。ああ、うん。可愛い顔してるからね。可愛いからね。表情が全く違いますもんね、そのフェイスごとで。
あ、でも分かります。オンラインゲームあるあるか分からないんですけど、私はオンラインゲームに登場してくるキャラクターたちをあんまりカップリングとしては見れなくて、なんかその身内とかになっちゃうのかな。あ、なんか自分がキャラクターっていうか主人公としてオンラインゲームってやってるんで、すごいその身近な人たちとかリアルな人たちをカップリングに例えて見てるようになっちゃうから、ちょっと気まずさっていうか罪悪感を感じちゃうなみたいながちょっとありますね。じゃあなんかハヤニーさんでカップリングを想像されたりとかはされないみたいな。あまりしないんですよ。そう、時々いじられますけどなかなかちょっと嫌じゃないですか。なんか私の中でハヤニーさんはカエルなので、なんかあの、うん、妖精っていうイメージがあって、 まだなんか実在性が低いんですよね。なのでキャラクター感が強いというか。なるほど。なんか言ってしまえば、なんかすごいその身近にいる友達をカップリングに例えるっていうのがあまりできないですね。なるほど。うん、自分もそういうタイプだね。あんまり思わないね、はい、考えないね。そう、うん、ちょっとなんか逆に見ちゃうと申し訳なさがすごくってなっちゃいます。その後の5、6年前に復帰した時に書いた漫画を、はい、ちょっと見直してたら、その、はいはいはい、ニコニコのブロマガにね、置いてたんだけど、はい、見たらなんか9月でブロマガ終了するとかっていうメッセージが出てて、はい、うん、あ、じゃあ消えちゃうんだと思ってさ、で、うん、データはあるので、どっかに避難しようかなと。ピクシブかなんかに全部載っけようかなって思った。あ、全部じゃないかもしれないけど、うん、読めるやつだけまとめようかなと思って。あ、じゃあもうそれはまだやってなくて、今後出る予定かも、うん、みたいな感じなのね。うん、アップしておきます。おー、やった。春本に収録されてないやつとかゴニョ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 。ああ、あるかも。そうだね。そうだね。いいですね。やっぱ結構。まあ、いくつかもうピクシブに上げてあるんだけど、うんうん、春本の後に書いた漫画は。今後あれですね、チェックしてたら少しずつ上がっていくっていう感じで。うんうん、あ、いや、いっぺんにあげますよ。あ、本当ですか。どんどん、いいんですか、うん、そんな、うん、まず、うんうん、まあ、やっぱそのファンの人からするともう何ですかね。いや、今見る人いるかな。いや、います、やっぱり。イレブンプレイヤーすごい多いもん。よいしょ。あ、景色いいところだ。でも本当にもう、うんうん、ね、何年も経ってってるのに、いまだにね、イレブンの漫画見てましたとか言ってくれる人がいて、そうそう、やっぱりね、やっぱりかけられました。うん、それだけすごいゲームだったんだなって思うね。うん、うん、あの VR チャット今ね、やってその 3D モデリングやってるんだけど、はい、VR チャットで知り合った人でも、あの友達になって、で、ツイッターのアカウントを見て、あれもしやって思ったら、あの昔漫画読んでましたって言ってくれた人とか、うん、何人かいたのよ。すごいなって思ったね。すごい、それだけやっぱり多くのファンがいらっしゃったし、そのイレブンも好きだし、イレブン通じてハルさん、本当にイレブンがすごかったと思う。うん、うん、ね、本当に素人で趣味で漫画を描いてただけだったんだけど、うん、おかげで、ね、本まで出せるようになったんで、本当に感謝してる。あの、本当に人生変えたよね。パンダさんとも言ってたんだけど、ね、うん、イレブンで人生変えられたというか、変わったね。ね、編集者になったのもイレブンのがきっかけだし、うんうん、こうしてだからモズベイさんとおしゃべりできるのもそうだよね。そうですよ、多分ハヤニーさんも私がイレブンの漫画描いてなかったら声かけなかったんじゃないかなって、その、うんうんうん、アバター作る依頼をしなかったんじゃないかなって思うぐらい、そうですよね、イレブンがつないだ縁なんじゃないかなって思うね。そうです、本当に
そうですね、私たちもその 3D でね、今鳥とカエルで活動もしてもるんですけど、うんうん、それもねハルーさんにね作っていただいて、うん、すごいな、イレブン、イレブンはなんか縁をとりあえずつなぐ感じがありますね。やっぱ周りの方とかでもやっぱ見てると縁が縁をつないですごい大きくなったっていうか、うんうんうん、もうな、偉大だな。この企画のそのイキヒデさんとも、はい、その、うん、今関わりのある中で一番最初に会った人かな、リアルで。ああなるほど。うん、一番最初の時に会ったのはね、あのゲームショーの時に、はい、あの公式のそのスクエニさんのイレブンの公式の方が、はい、あの特に有名なイレブン関係のサイトを運営してる、4人を招待してくれたのね、はい、うん、見に来ませんかって、そのゲームショー見に来ませんかって言ってて、でその4人が私と、はい、結構有名なブログのサイトの、マイケルサイトっていうサイトのファンさんと、はいはい、あとあの攻略サイトですものすごい有名だったら、あの14でもまだ有名かもしれないけど、はい、エレメンさんと、あ、はい、うん、で、あ、最後にゆきひでさんの4人だったのね、はい、呼ばれたの。すごいメンバーっすね。そうそうそう。で、その4人だけ呼ばれて、で、あの記念品とか、その14のグッズをもらったり、あと開発さんたちと、そのなんか楽屋というか、なんかスペースで、あの談笑したりとかっていう時間を、うん、作ってもらったりとか。へー、してもらって、まだ自分があの、はい、雑誌関係なく素人で書いてた時だね、うんうんうん、サイトに漫画を載せた、あ、本当に、うん、でその時に、うん、カンさんとも、うん、あのイキヒデさんともエレメンさんとも会って、うん、すごい、そこからつながってるね。でそのそれがあった後の2週間後ぐらいに、はい、あのバナツーの編集長さんから連絡があって、うんうん、でそこから初めて雑誌とつながりが持てるようになったんだけど、ああ、うん、だから幸秀さんとめちゃくちゃ長いんだよ、そう考えると。で割とその4人が最初に会ったことで、あの、はい、オフ会とかもちょこちょこやってもらうようになって、あ、うんうん、なのでうん、4人が集まるお二人は何度かやったね、うん、なんだ深い、イキヒデさんとは、うん、オフ会でお会いさせていただきましたね、はい、あ、そうなんですね。はるか昔なので何年か前かも、何年前かも分かんないけど、覚えてないね。でもはるんさんと一緒にっていうか、うんうんうん、会った後なので、うんうん、に13年前とかか、もうちょっとかな、新宿駅のゲートに翻弄された思い出のオフ会、うんうん、オフ会ちなみにあれですか、はい、どこでやられてたかとかって、なんかちょっとコミック見てると、どこだったかな、24ページに書いてあるパン屋さんとか、イレブンにちなんだお店の紹介を2店舗ぐらいなんかされてて、はい、うんうん、なんかやりましたね、ここでもされたのかなと思って、居酒屋さんかな、もう1個がなんか居酒屋さんっぽいところで、うんうんうん、もう1店舗がなんかパン屋さんで、あ、そうそう、うん、うちらはその取材の時1回しか行ってないんだけど、はいはい、 そうなんですね、はい、あのその後ね、そのお店結構 FF11 のプレイヤーさんのオフ会の場所として、そうそうです、ね、あの、うん、有名になったらしいよ。そうですね、聖地みたいな感じになってましたね、うん、なってたらしい、うん、すごいな。そう、多分今はもう確か閉店されたっていうのは前になんかツイッターでなんか結構拡散があってたんで、はい、私もそうなんだっていうので分かったんですよ、読んでみて。ちなみにあの、はい、今銀融詩人っていうパン屋さんがあるっていうのも書いてあってて、さっき調べてみたら、はい、まだあるみたいですね。おー、そうなんです、まだ健在で、どこだったっけ、うん、あ、
って。なんかあそこもあれだよね、たまたまバイトの子がイレブンが好きで曲をかけてたっていうだけで、お店の人は全然関係なかったんだよね。そうなんだと思って面白いなというので、はい、今現在いろんなところで、はい、イレブンを感じますね。やっぱリアルでそういうのがあると嬉しくなっちゃいますよね。いいですよね、そういう、まあ、今はちょっと難しいかもですけど、そうやってオフ会とかで集まれる場があるっていうのは、うん、そうですね、ちょっとあとイレブンをメインとした、はい、あのネットカフェも昔あった。 ありましたね、リアルバナディール。友達と、うん、あのLS の友達とオフ会やった。そこでリアルであるんですか、そういうのが。漫画とかでしか。あったんですよ。すごい、うん、ったいいな。秋葉原のなんかビルの中にありましたよね。ああ、うん、いいな。モグハウスとかが用意されててさ、そこで喋ったりとかできるんだよね。絶対楽しいじゃないですか。憧れでしたね、そういうの。なんか電撃プレイステーションとかのなんかちっちゃい冊子のコミックとか見て、そういうなんとか見てて、あ、いいなって思ってたんですけど、実際にあったんだ。あった実在するんです。ああ、田舎にはそんなものがない。あ、そうか、そうだよね。そうなんです。もうあのバナディールカフェが、うん、あの、うん、この前の冬にありましたけど、大阪と東京だけでしたもんね。ぜひもうちょっと九州の方にまで勢力を伸ばしてほしい。そうなんです。九州にもそういうものをください。なかなかなくて、これ今ピクシブに上げてたやつなんですけど、これがバナフェスの時にサイン入りの本を販売した時の漫画ですね。おー、すごい。あ、めっちゃ綺麗。拡大したら。声優の小西さんが司会をやってた。ああ、小西さん。やばいですね。うちらその後楽屋に行って小西さんと喋ったんだよね。いや、なんかそういうの許してくれるぐらい気さくな人でさ、はい、すごい人なんだよ。本当だ。あ、モッチーさんもいますね。うんうん。楽屋に行かせてもらえるって聞いて、うんうん、ちょっと顔見て挨拶する程度かなって思ったら、ちゃんともうささって出てきて、しばらく喋ってくれてて、うん。本当いい人。それも最後の4コマぐらいに書いてるね。あ、小西さんのいい人ネタはいっぱいありますよね。いっぱいあるよね。当ててくれて。おー、いいな。うんうん、めっちゃ聞きたい。ちなみに、まだね、さんって、はい、イレブンやられてたんですか、ここに参加する。そうです。あ、うん、そうなんだ。結構初期からやってたらしくって、うん、はい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 。なんかフェニックスワールドで、なんだっけ、はい、バーンでしたっけ、バーンって名前で。やってましたって言って、うんうんうん、それ明かしちゃって大丈夫なんですかって言ったら、今は違うんで大丈夫ですみたいな。あ、なるほど、なるほど。当時はだから、もしかし、そう、当時フェニックスワールドにいた人は、うんうん、あ、その人知ってるかもっていう、ね、なったかもしれない。いいな、フェニックスワールドの人、いいな、同じバナの空気を吸ってたんかっていう。ごめんな、やばいな。もし公表してたらあれですよね、多分イレブンやってないそのファンの方々も多分一斉にイレブンやり始めそうです、ね。はい、やり始めますね、きっとね。うわってる。すごいな。うん、あ、でもこの、ね、はい、イベントの頃に、お仕事でこう会ったりとか、うんうん、あと飲み会にもね、なんかね、すごい気さくに、あの、今度飲みに行きましょうよって言ってくれてて、何度か言ってくれてて、いや、もう、あのね、口約束だけでもありがたいなと思って、あんまり、あの、真剣に受け止めてなかったんだけど、はい、割と本気で言ってくれてたらしくて、で2回ぐらい飲み会やったよね。 2,3 回やったかな。すごい、これ言っちゃっていいんですかね。うん、まあ、ちょっと多分大丈夫。それだけ、うん、気さくな人なんだよね。すごい、あの声を、ね、こういう、
そうでこういう FF のイベントとかあってなんか、はい、たまにあの前にあれだよねあの始まる直前にまだ人がそんな入ってない時プレスの人しか入ってない時間の時に小西さんが会場をうろうろしてて、はい、こんな、はい、あの一人でうろうろしてていいのかって思うぐらい、うん、普通に歩いててで遠くでうちらを見つけて手を振ってくれたんだよ、うん、いや覚えてて手振ってくれてるって思って私はその時すごい感動したうわーって思った雲の上の人なのに我々の顔を認識してくれてるだと、うん、そう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 で手振って近寄ってあのお疲れ様ですって言って話しかけてくれてうわーって思ったねね、うわ、うん、やばい。あ、一応あれ送っときますね。あの小西さんスペシャルの動画。ああ、ありがとうございます。あ、これすごいダラダラ喋っててイライラするからあまり。そうですか。いや、うちらがね、特に私がもう結構寝起きで、うん、これも寝起きなんです、ね。それは申し訳ない。本当に申し訳ない。いや、全然。でも小西さんのセリフだけ聞きたい人はね、あの。飛ばしていただいて、うん、飛ばしていただいて、すごい、すごい、これはちょっと聞かせてもらいます。ルザフが、ルザフです。かっこいい、かっこいい。まあでもこうしてみるとその今ルザフはすごい顔整ってますね。めちゃくちゃイケメンですよね。めっちゃイケメンだな。うん、すごい。あらずかこの顔髪型は。このキャラだけだからね。そうですね。オリジナルなんですね。クルタダとかは真ん中分けのエルバーニーだけど、うん、うんうんうん。これが真ん中分けだ。かっこいい。なんかカニ。カニでか。カニ目怖。怖。ちょっと猫目なんですね。このカニ目怖。怖。なんで映りたがりに来たんだろう。なんか注目されている気がしてお二人はその推しの NPC っているんですか登場人物こいつです、うん、アルドですこいつって言っちゃったなんとなく分かっちゃいましただいたいツイッターで叫んでるの見てますいつもうるさくてすみませんアルドはちっちゃい頃しか私知らないですね実はオープニングの方しか知らないっていう、ねはいうんうんうん、めっちゃ当時あそこだけでなんか泣いてたイメージだったんで怖かったなっていう、うんうん、確かにあのムービーすごいですよねあれめっちゃ切ないなと思いながら、うん、実は生きてたっていううん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 そんな初太っぽいあれがこんなイケメンに成長されるっていう素晴らしいことですね。ハルさんはちなみに、私ルザフが好きだった。ああ、なるほど。もうそれこそ、小西さんが声を当てられた、うん。大歓喜じゃないですか。じゃあもう本当にご本人さんというか中の方とも。うんうん。あ、いいな。じゃあちょっと最後に。今現役のプレイヤーの人や、復帰を悩んでる人たちに、パンダさん、はい、ハルーさんから、ね、メッセージちょっといただいてもよろしいですか？はい、さっきやったトローブとかもそうなんですけども今って昔のイレブンとだいぶ違うような気もするけれどもそのままの部分ももちろんあって楽しさはそのままに新しいこともいろいろできるようになってますそれこそソロであのミッションを全部クリアすることも私が検証済みです。はい、オンラインゲームが多分苦手な人でもできるオンラインゲームだと思うんだよ、今のイレブンって。人とパーティー組まないとレベル上げできないとか、ミッションできないとかじゃないくなってるので、そこは手軽でいいよね。そうですね。なるほど。で、なんか、同じ空間を他に全然知らない人が。いるっていうだけでもそのオンライン感は味わえるしもちろん誰か知らない人に声かけて一緒にやりませんかってやるのも楽しいし、うん、友達となんかトローブをさっきみたいにキャッキャやるのも楽しいですし、うん、ですねなんかでもパンダさんはほとんどソロなんでし
ルールでも。なんか昔のイレブンと違うんでしょって思われるかもしれないんですけども、なんだろう、楽しさはそのままに、新しいこともいっぱいあって、で今なおその毎月変わるコンテンツとか新しい要素だとか、それこそ新しいクエストですね、大型のクエストがあって、なんだっけ名前、エンブリオ、植生のエンブリオかっていう新しい、イベントっていうのかな、大きめのイベントもあるので、ぜひぜひその物語を追うのは今じゃぞっていう感じです。なんかまとまりなくてすいません。いいえ、ありがとうございます。あ、まあでも本当にイレブンはあれですね、もうなんか昔のままでもあるけど、でも前昔よりはだいぶやりやすくもなってるし、そうですね、ソロでの活動はしやすいですね、良いです。パーティーはどうか、ちょっとツイッターで見た情報しかなくて申し訳ないんですけど、ジョブっぽ稼ぎでこんなん行ったみたいなのとかもよく聞きます。なるほど。あ、もうこれで締めて大丈夫なんですかね。あ、なんかあっという間でしたね。なんかめっちゃこれで大丈夫なのかなっていう感じ。バトルコンテンツとか紹介してないけど大丈夫ですか。他の人がやってくれてるでしょ。そうですね、そうですね、うん、我々はまったり枠ということで、このイケメンを眺めて終わりましょう、はい、箱開け楽しかったけど、楽しかったです。みんなもぜひとも他の方々ね、楽しまれてください。ね、他の方の動画も楽しみですね。ね、はい、それじゃあ最後にモズとヤルーニャとみんなで叫んで終わりたいと思います。いいですか。はい、はい、はい、3、2、1、モズとヤルーニャー、バイバーイ。バイバイ、ありがとうございました。ありがとうございました。